柏のゴールマウス、今日はもう20本近いシュートを打たれているんですが、うん、出ましたよ、抜け出した下川、折り返し決めた、いや素晴らしい、有田愛媛3点目、2点差にします。愛媛決めたのは有田幸喜、下川のファーストタッチ素晴らしかったですね。途中出場の2人目決めました。ここですよね、一瞬の隙をつきました。隙をついてここ入っていくんですよね、はい、このファーストタッチから2タッチ目早かったし、狙いを持ったクロスですよね。小江さんがちょっと抜いてましたよね、うん、そこでキーパーとディフェンスラインの